はい、こんにちは、ケイドラです。今回は2024年上半期コラボ最強ランキングを発表しようと思います。こちらは2024年1月1日以降に新登場、重心化回したコラボキャラが対象ですね。今年に関しては21体もいるんですけども、復刻キャラは除くんで、例えば、乙骨ユータだったり、ガンダムコラボのアムロとかは入ってきません。そしてランキングに関してはあくまで個人的なランク付けなんで、そこもねご了承ください。ではランキング発表する前にランク付けするに至っての大事な評価基準を話していきます。まず一つ目ですね、低から中難易度で環境トップの友情コンボを持っている、もしくは効率がめちゃくちゃ上がる SS を持っているキャラ。二つ目が現状難易度が高い霊術豪絶、あとは天魔とか近畿深淵の適性を持つキャラで、三つ目が高難易度クエストにおいて妥協枠ではなく最適性もしくは上位適性を持つキャラで、四つ目が代用が効きにくい性能、唯一無二の強みを持つキャラ。この4点で評価をしていきます。では早速ランキング発表していくんですけども、今年来たコラボに関しては呪術廻戦から怪獣8号までですね。見ていきましょう。まず第10位はこちら、呪術廻戦から伏黒めぐみですね。このキャラの特徴としましては未開57の最適枠でして、汎用性も非常に優れています。現環境でこんな感じで結構難しいクエストのトップ10に入っていますよね。特に未開57の適正幅が現状大きいと思います。で、他にもノクターン、あとは近畿27、爆絶の桃源郷だったり未開47でも使われています。このキャラはね本当に高スペックなんですけども、まず超バラ解放できる上に4アンチアビ対応していまして、そのうちの2つが超アビですよね。でさらにパワーオーラとかプロテクション回復 M を持っているんで、自分のこのパワーオーラのアビリティをより活かすことができます。で、友情コンボに関しても超バラ効果パワーオーラが乗ってくるハイエナジーサークルと超絶状態上回復ブラストなんで、本当に攻守万能タイプで、 SS に関しても自強化プラス、近くの敵追撃なんですけども、弱点には絶対当たるんでこれが強力ですよね。本当にスペック高いんで、未開57に関しては、このキャラが本当に一強クラスなんですよね。もうロイドさんも強いんですけども、伏黒艦隊が一番最適だと思います。未開57においてはこのキャラの高いスペックが思う存分活かされましたね。では続きまして9位見ていきましょう。第9位はこちら、怪獣8号コラボから星名宗四郎です。このキャラの特徴としましては天魔の試練の魔獣の最適枠でして、他にもねスペックが相当高いんで、このキャラは今後、他のクエストでもしっかり活躍できる性能を持っています。現状豪絶の指で切りでも最適クラスの活躍をしています。本当にこのキャラはスペックお化けで、まず超スピ解放できる上に超 AGB あるんで足がめちゃくちゃ速いですよね。そっから超マインスイーパー M だったりライトポジションキラー L 持っているんで、殴り火力もしっかり高いし、友情コンボに関してはハイプラズマと超強貫通弱点録音衝撃が5、こちらに関しては特に試練の魔獣の下降投戦でめちゃくちゃ活躍します。で、SS に関しても壁 SS 短縮持ってるんで結構早く打てますし、これが自強化 2.1 倍で遅延ターンが2ターン、そして通撃に関しては直殴りプラス非直殴りなんですけども、これがね本当に回転率よく打てるんで強力ですよね。続きまして8位見ていきましょう。第8位はこちら、延々の消防隊コラボから神門ベニマルですね。このキャラの特徴としましては豪絶カカゴセデクの最適枠で、他にも霊術ロバーの上位適性、あとは試練の8でも反射枠では上位適性ですよね。特に最近の難しいコンテンツでしっかりハマってるんですけども、強みとしましてはもう全部っすよね。超バラ解放できてゲージなしの6アビ、超アンチワープ、超アンチ減速、アンチ転送、帰属性キラー、毒無効、バブリーモード、そして友情コンボに関しても超バラと属性キラーが乗ってくるクイックチャーショと誘発ができるランページウォールバム、そして SS がこれまためちゃくちゃ強くて、自強化プラス停止後に最初に触れた敵に 17% の割合プラス弱点必中扱いの追撃をします。
まあ、これね結構ポテンシャルお化けなんですけども、なぜか演芸の消防隊コラボって結構下げられていたんですよね。全体的にキャラのスペックは高かったんですけども、なぜか下げられていたんで、まあ、このキャラのスペックをねもうちょっと評価してあげてもいいんじゃないかなっていう風に実装当時は思っていました。まあ、しっかりねカカゴセレクでもハマりましたし、ロバに関してはもちろん政宗には勝てませんが、圧倒的な2番手のポジションです。政宗がいて越えられない壁があって神門ベネマルで、さらに越えられない壁があって他の適正キャラっていう感じなんで、まあ、このキャラは本当にロバにおいてもしっかり活躍できましたね。はい、まあ、そんな感じのキャラでございます。スペックは本当にお化けですね。続きまして7位見ていきましょう。第7位はこちら、怪獣8号コラボから日々のカフカ怪獣8号ですね。このキャラでございます。特徴としましては近畿深淵涅槃弱状の最適枠で、他にも空中庭園4の上位適性で、試練の魔10でも4手目枠で使えたりもします。結構汎用性高いんですけども、まあ、なんでかっていうと超アビ3つプラス普通のアンチワープついているんで、使用ギミック4つに対応していますし、まあ、殴り火力がとにかくお化けなんですよね。超パワー型解放できまして、攻撃力が約5万あって、さらに重力バリアキラー神王封じ EL でダッシュ M あるんで、本当に機動力が高すぎるんですよね。めっちゃくちゃ動き回ってくれます。なんで本当にこのキャラはパワー型とは思えないほどめちゃくちゃ暴れ回ってくれます。で、友情コンボに関してはチェイススフィアと超強バウンドヒール、まあ、特に超強バウンドヒールが直近の難しいコンテンツでしっかり活躍できますし、 SS に関しては動けないんですけども、これは弱点倍率を2倍まで上げてくれるんで、後続の火力サポートもできますよね。で、近畿深淵に関してはワンチャンワンパンも狙えるんで、近畿深淵の周回効率を上げてくれました。まあ、ポテンシャルは本当にお化けなんで、まあ、今後もちょくちょくギミック非対応のクエストでも活躍したりはすると思います。続きまして6位見ていきましょう。第6位はこちら、東京グールコラボから鈴谷十三ですね。このキャラの特徴としましては空中庭園3最適枠の活躍をしています。まあ、現状他には未開の46でも使われてるんですね。まあ、基本的には空中庭園3特攻キャラで専用機なんですけども、このキャラがだいぶラスゲの火力をね、楽にしてくれたんで、個人的にはめちゃくちゃ助かっています。他の特徴としましてはアジン族で同族恩恵も受けやすいし、超スピ解放できて超ダメを、あとはマインスイーパー M と非属性キラー持ってるんで、殴り火力もしっかり出ます。で、超レーザーストップに関しても非ダメージ軽減できるんで結構偉いですよね。そして友情コンボに関しても多少火力貢献できますし、 SS ターンチャージも、まあ、綿爪編成とかだったらね結構助かると思います。で、 SS に関しては実況化プラス停止後に最初に触れた敵に縦軸の追撃をするんですけども、これがラストゲージでめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、特に綿爪のバフがあれば適当にボスに当たってから他の雑魚に触れてあげると一手でワンパンできたりもします。もちろんワンパンしなくてもめちゃくちゃ強いんですけども、本当にこのキャラはラストゲージで助かってますよね。結構ラスゲに関してはノンアルファの SS 打ったりとか信長 X の SS で運ゲー要素挟んでいたんで、まあ、このキャラの削りがめっちゃ楽なんですよね。最近はマムルが登場したんで結構編成幅が広がったんですけども、マムルに関してもアジン族なんで結構相性いいんですよね。まあ、いずれにしてもこのキャラは最適キャラの一体だと思います。続きまして5位見ていきましょう。第5位はこちら、遠泳の消防隊コラボから新羅日下部ですね。このキャラの特徴としましては空中庭園1の最適枠なので、個人的には結構評価しています。空中庭園以外では現状使うクエストはほとんどありませんが、まあ、空中庭園においては殴り火力が本当に高いんですよね。超バラ解放できる上に超ダメをウォールブースト M あるんで、同じ適正枠のチェシャ猫と比べると殴り火力がもう2倍3倍ぐらい違うんでめっちゃ強いです。ただ欠点としましては飛行なんですよね。
これがマインスイーパーだったらもうぶっ壊れレベルだったんですけども、飛行なんで多少調整はされてるんですけども、それでもしっかり強い。機動力に関してもダッシュ持ってるんで結構速いですし、あとは SS ですよね。こちらが自強化プラス最低 22% の割合効果なんですけども、しっかりね味方と敵に多く触れれば割合の倍率上がってきますし、そもそも黄色壁スタートで SS を打って4名触れて暴れてるだけでボスのゲージ思いっきり削れるんで、殴り火力が本当に化け物ですね。なんでこのキャラは、まあ、実装当時は結構ねこれもね飛行とかで非難されていましたが、使えばわかる本当にめっちゃ強かったんで、まあ、このキャラ引けた方は基本的に空中転移1で1体は採用してると思います。もしこのキャラが飛行じゃなくてマインスイーパーだったらもっと評価されていたと思います。続きまして4位見ていきましょう。第4位はこちら、フリーダムコラボから新&デスティニーガンダムですね。このキャラの特徴としましては、空中転炎銃の最適枠プラス最近ではねこちら豪術コルロで最適を取りました。なんで、まあ、直近の難しいコンテンツにめちゃくちゃバチバチに刺さっています。このキャラの強みとしましては、超バラ解放できる上に超マインスイーパー M と全属性キラー持ってるんで、とにかく殴り火力高いんですよね。その上に全属性耐性と無属性耐性持ってるんで、火ダメージも結構大幅に軽減できますし、友情コンボで防スピアップあるんですよ。触れた味方をスピードアップしつつ防御力も上げてくれるんで、これが特に空中転炎銃の新浦島戦ではね政宗のサポーターとして活躍していましたよね。まあ、最近ではねコルロに関してもこのキャラめちゃくちゃバチバチ強くて、殴り火力もそうですけども結構火ダメージ痛かったんで、そこも軽減してくれましたよね。で SS に関しては自強化プラス近くの敵の弱点必中扱いの追撃なんですけども、まあ追撃に関しては正直現環境では、まあ、空中転炎銃でもねコルロに関しても全然刺さりはしませんでしたが、自強化部分ですよね、2段階で2倍持ってるんですよ。なんでまあ、この高い殴り火力、超バラ超マインスイーパー M 全属性キラーが乗ってくる上に2倍火力上がるんで、 SS を撃った時の殴り火力は本当に尋常じゃありません。まあ空中転炎銃で政宗と、まあ、少しでも張り合えるような性能にしてあるんで、このキャラのスペックは相当高いんですよね。このキャラのスペックも相当お化けなんで、今後もちょくちょく顔は出してくると思います。では3位発表する前に惜しくもランキングから外れたキャラを紹介していきます。まずはこちらですね、ナナミの獣神化界でございます。このキャラは本当に闇を払う能力が強すぎるんですよね。超砲撃の闇属性キラーが乗ってくるハイプラズマ、これがめっちゃくちゃ強いです。未だに難しいコンテンツでちょくちょく活躍するんですけども、まあ、直近で言うと怪獣9号でもめちゃくちゃ強かったですよね。本当にめちゃくちゃ友情火力高いんで、結構難しいコンテンツでも友情コンボ採用できましたよね。まあ、直近で言うとこちらもありますね、爆絶のクラフト、こちらでは4位に入っています。僕は運極だから使ってたんですけども、4位に入っているんで運極じゃなかったとしても相当活躍していますよね。なのでこのキャラは、まあ、個人的にはトップ10に入れたかったんですけども、どうしても今回のランク基準からは外れちゃいました。でもう1体のキャラを紹介すると、まあ、皆さんお察しかもしれませんがこちら早々のフリーレンコラボからシュタルクですね。まあ、このキャラは実装当時は正直まあ微妙かなっていうところだったんですけども、空中転炎6の採用を見出されまして、こちらで結構ねガチで強かったんですけども、実装当時は、まあ、結構なんていうか火ダメージが痛すぎてちょっと危険だよねっていう部分があったんですが、東京グールの金木くんが登場してから結構ガチパ編成が増えたと思います。っていうのも金木くんがしっかり耐性持ってる上に回復面も優れている、そして友情コンボに攻防アップ持っているんで耐久がしやすくなったんですよね。その面も含めて、まあ、このキャラは空中転炎6においてはボス1ワンパン4位として結構活躍はできているんですけども、まあ、ちょっとまあ扱いが難しいっていうところと、まあ正直、まあ、空中転炎6に関しては金木くん艦隊でも全然勝てますし、まあ、なんならジズマル艦隊でも勝てるんで、今回はランク外なんですけども、しっかりとした強みはあります。
続きまして第3位はこちら、早々のフリーレンコラボからフリーレンですね。このキャラの特徴としましてはこちら、空中庭園2の最適枠でございます。まあ、正直空中庭園2以外ではそんなに使い道は多くないんですけども、こちらでは本当にぶっ壊れクラスの活躍をしています。殴り火力は超バラ超ダメ王、あとはウォールブーストを持っているんでかなり高いですし、無属性耐性 M であの厄介な落雷攻撃を被ダメージ半分まで抑えてくれます。なので自己死が相当減りましたし、あとは SS がめちゃくちゃ強くて、自強化プラスボス必中の 28% の割合なんですよね。これでラスゲに関してもまず開幕で SS を打ってボスに火力を出す、でその次にパックを打ってボスの投下を解いてあげるんですよね。で次にまた SS を打って仕留めるっていうことができるんで、雑魚を完全に無視することもできます。僕は基本的にこの立ち回りを採用してるんですけども、これが楽すぎて空中庭園には紋章もなしで簡単にクリアできちゃいます。壁 SS 短短縮も偉いし、あとはラックスキルのガイドも偉すぎますよね。まあ、全体的に空中庭園2においてはこのキャラが、まあ、全てを兼ね備えているんですけども、他の難しいコンテンツの適正クエストは現状ほとんどないんで、まあ、今後コラボ超究極とかで活躍してほしいと願ってます。では続きまして第2位見ていきましょう。2位はこちら、呪術廻戦コラボから五条先生でございます。このキャラは本当にポテンシャルがやばいっすよね。では特徴見ていきましょう。まずは霊術フォーサーの最適枠プラス、あとは空中庭園1でも、まあ、トップ10に入ってるんで、まあ人によっては最適性枠ですよね。僕個人的には神羅登場してからは入れていませんが、今でもね入れてる方は結構見かけますし、他にもね光の冒険戦とか、あとは近畿29とかでも活躍しています。まあ覇者の塔でも活躍していますよね。まあ、本当にもう持ってるものが全て化け物なんですよね。超パラ、マインスイーパー EL、アンチ魔法陣、状態異常レジスト、アンチ減速、ソウルスティール M、コネクトスキルで超アンチダメージオール、弱点キラー、ロングスピードモード、友情コンボが高火力、弱点キラー乗ってくる、超強グロスフィアと、まあ、サブ友情は正直あんま強くないんですけども、まあ、超強グロスフィアがめちゃくちゃ強くて、SS が一定期間の自強化、1段階で 1.6 倍、2段階で 2.4 倍、プラスギミック無効化、ブロックも無効化して、停止後に割合攻撃をしながら敵の攻撃ターンを遅延します。やってることがもうおかしいんですよね。もう本当にコラボ最強の SS を持ってます。もう本当にめっちゃ強いと思います。この SS は歴代のコラボキャラの中でもここまでアビリティが強くて SS もぶっ壊れてるキャラは相当珍しいんで、まあやっぱり、まあ、最高峰のスペックお化けかなっていう風に思ってます。重心化の時も結構強かったんですけども、重心化回でさらに化けましたよね。うん、これは強いわ。ただコネクトの条件がちょっと厳しめなんで、まあこれは使いにくい部分でもあるんですけども、まあこのキャラは正直コネ書使っても全然問題ないキャラかなっていうふうに思っています。まあ、相当ポテンシャル高いし、今後もまあ難しいクエストでねしっかり活躍はしてくれると思うんで評価してあげましょう。ではそんな五条先生を差し置いて1位になったのはこちら、東京グールコラボから金木くんでございます。このキャラの特徴としましては空中庭園6、あとは近畿深淵、未開54の最適枠を取っています。まあ本当にこのキャラは直近の難しいコンテンツで大活躍していますよね。っていうのも、超バラ解放できて、超ダメをアンチ減速、無属性耐性、リジネ M、超アンチワープ、超アンチ転送壁、ソウルスチールっていうところで、まあ、最近の難しいコンテンツって結構被ダメージ痛いんですけども、リジネ M、耐性、あとは超アンチ転送とソウルスチールで、めちゃくちゃ回復に特化しています。で、友情コンボに関しても、超バラ効果乗ってくる、オートジャベリンバースト、これも普通に強いし、いやめちゃくちゃ強いし、そしてサブ友情が攻防アップなんですよね。こちらで被ダメージもしっかり軽減できます。
まあ、全体的に本当に攻守万能タイプなんですけども、攻撃面に関してはキラー要素ないんで微妙かと思いきや、もともと攻撃力も高いし、まあ、超バラ、超ダメを超アンチワープで火力を伸ばせる。そして SS が12ターンから打てるんですけども、これがしっかり強くて1段階で割合効果がそもそも 16% ありまして、自強化に関しても 1.5 倍あります。で、追撃に関しても直殴り扱いなんですけども、合計 3.75 倍ありましたね。で、2段階で自強化 1.85 倍、割合が 25%、で、追撃が累計 7.2 倍あります。この SS がなかなかに強くて、まあ、特に空中低減6ではなく、近畿深淵ですね。そこで進化を発揮しました。あそこのクエストは敵を殴れば殴るほど火力アップするんですけども、そのギミックと相性がいいので、しっかりパワーアップをした直殴り追撃がめちゃくちゃ強くて、ボス必中っていうところも含めてめちゃくちゃ使いやすいし、追撃は内部弱点もしっかり拾ってくれるんで、これで簡単にボスのワンゲージ持ってったりもしましたよね。場合によってはラスゲで雑魚を完全に無視してボスだけに SS を打ちまくって仕留めることもできるんで、このキャラは空中低減6以外でもしっかり活躍できましたよね。そういった面も含めて現状の難しいコンテンツで大活躍しているんで、今回はこのキャラを1位にしました。まあ、五条先生もね、本当にぶっ飛んでるんで、まあ、1位同等なんですけどね。なので上半期のコラボキャラでめっちゃくちゃぶっ飛んでるなっていうキャラは現状五条先生と金木くんかなっていう風に思ってます。以上そんな感じで見ていきましたけども、ここに入ってるキャラは多分僕の評価動画で全員超大当たり以上に入ってるキャラだと思います。なので僕個人的な評価基準はそこまでブレてないんじゃないかなと思ってます。もしよかったら皆さんのランキングもぜひコメント欄で教えてください。以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。